先輩が異常に怖くて、だましやがった。クソだまされた。さあ、今日のゲストは、ご覧の通り、ワッキーでーす。いや、すいません。いえいえいえ。地元サッカー選手を来て、うん、流れで来てるんですけど。なるほど。ここでね、あえて、J リーグやたら詳しい。あ、まあ、あと高校までは同じレベルじゃないですか、我々。いやいや、何を言ってんすか。あなたに負けましたから。まあそんなことあったね。そんな話もちょっとお祝い聞きたいなと思いますけど、うん、今日はちょっとワッキーのね、幼い頃からの話とか。なるほど。まあでもこれ、ほら、言っとかないんだけど、うん、同級生だから、ここ。そうですね。1972年生まれの。はい。全く同級生なんですよ。はいはい、話はしたことあるけどさ、うん、まあみんなでワイワイはあるけど、うん、ちょっと今日二人きりなんで。謎の、なんかちょっと暗い感じの。そうですよ。西麻布の。ちょっとおしゃれというか、ちょっとエロい感じの。スポーツバーですね。いや、めちゃめちゃいいじゃん。数々のサッカー選手が使ってきた感ある。でしょうね。代表戦とかさ、うん、もしあったらこう見ながら。YouTube ライブなんで。ああ、いいんじゃん、楽しそうだね。まあ、こんなお店で今日はちょっと、はい、話を聞きたいなと思うんですけども。はい。まあ、早速ですけど、うん、まあ、サッカーを始めたきっかけですよ。親が、親父が転勤族でもういろいろと転々としてて、うん、小学校を1年の3学期から船橋、千葉の船橋に転校して、3年、確か3年からサッカー部に入ったの。で、3つ上の兄貴がいて、うん、はいはい、6、3だったの。似てるお兄さんね。俺が入った時サッカー部のキャプテンがうちの兄だった。そういう影響もあって、うん、まあそっからのめり込んだよ。じゃあ3年生からサッカー始めて、うん、もう楽しいって感じだった最初から。そうだね、兄貴に憧れてて、兄貴みたいに上手くなりたいっていうのがずっとあって、あと周りのやっぱ友達も上手かったし、うん、まあ、その中で一番になりたいっていうのは常にあるじゃん、うんうん、そういう気持ちでやってって、結構朝練とかもやってたんだよ、確か。毎日練習だった。毎日練習。おぉ。小5になる春に、名古屋に転校する。今日、そうなんだ。うん。名古屋に転校して、名古屋は小5、小6の2年間する。じゃあ結構サッカーの小学校の大事なところは名古屋なんだ。そうね。そうそう。小学校の校歌で。で、学校に、の小学校にサッカー部がなかった。はいはい。だから、千種サッカー少年団っていう、うん、いわゆるクラブチームが入った。なるほど、うん、それが中西哲夫君の、うん、入ってたところ。ああ、そうなんだ。哲夫君ポジションはどこだったの。フォワード。フォワード。もうそれは3年生の時からもうずっと5、6年だった。そうだね、ずっと。でこっからなんですよ、中学になるぐらいからちょっといろいろと崩れていくというか。なんだ、まあ、こうじゃないの。いや、こうじゃないの。うん、あのね、田舎に行っちゃうんですよ。あ、また転勤するの。そう、小学校6年卒業は、うん、愛知県名古屋市で卒業するんだけど、うん、中1の春から、うん、なんと北海道の釧路に行くんですよ。もう名古屋から比べたらもう結構田舎よ。うん、釧路に行ったら、もう年代的にもやっぱ先輩怖い世代ですから、まあもうわけわかんなかったの、ほんとその中学校が。中学校はもう先輩が怖くて、田舎だし、もう寒いし。寒いのはわかる。もうすげえあったの、もうその田舎に行ってさ、サッカーのレベル低いくせにさ、もう先輩が異常に怖くて、しつけ外っていう時間帯がある。ああ、でも今日しつけ外だ。今がなんかその外の意味わかんないんだけど。しつけはしつけるんですけどね。そう、しつけ外っていうのがあると、廊下に正座させられる。一番の中一が。ほんで、あの先輩が、あの一人一人の前に立って、お前なんでさっきの道路の方のつって、うん、ドーンって溝打ちを蹴られる。ドーンっつって、寒い寒い中よ、北海道の釧路の、もう何これみたいな。俺ちょっと前までさ、名古屋のクラブチームでさ楽しくやってたのに。で、あ、もう思い出した、スペシャルっていうのがあるんだよ、そのしごきで、うん、もう怖くない、スペシャルって響き。そう、スペシャルが、先輩たちがボールをバーって蹴る。そう、蹴る。で、ちょっと小高い崖の上にグラウンドがあるわけ。グラウンドっていうか、まあ校舎があってグラウンドがあるんだけど、崖の下に落とすの。それを取りに行くわけ。うん、ここに蹴られたりするじゃん。うん、先輩ここにいて。そしたらここに走ってくる。で、俺が拾ったところにみんなついてって。手前でぶり返しちゃいけない。そうそう、多分。ここまで行って先輩のとこまで戻ってくるでしょ。で、先輩に渡したらまた先輩がボーンって蹴るわけ。そう、永遠に繰り返す。へぇ。繰り返して、
あ、じゃあもう一抜けでいいよっつったら、そっから一番の人は抜けてって言われて、俺は足早かったし、大体一番に抜けんだけど、もう同期生でいるのも目も当てられないいるやな、お前しつけない時にもめっちゃ蹴られてたしっていうやつだしかもなんで我慢してやってんのよそうそう、いるのよ、いるね、根性だけあるから。俺すごい好きだったんだけど、そういうやつらのことは。で、俺らの代で俺が中心的だったから、もうこれやめようと。分かる分かる、こんなことやっても意味ねえ、スペシャルもしつけがいも俺らの代でもう廃止するぞって言って、ほんで2年までやってて最上級生になる瞬間に俺転校しちゃう中2までいて中2までそう、俺らの代になるって時に転校しちゃうんです。でもそれは俺転校するけど、秀夫が次のキャプテンになるって言ってたから、秀夫に、秀夫絶対これスペシャルとしつけがいいから俺の代でなくすぞっつって、それやってくれって言ってまた転校したんだけど、したら本当後で聞いたらあれだってなくなってたっていう。あ、さあどこ行ったん、次また船橋に戻ってくるの。へえ。で中3の春に、うん、ここなんだよもう俺の運命を変えたのは。中3の春に戻ってきてしまったから、北海道から船橋、うん、中3になって、帰ってきてすぐ船橋選抜に選ばれる。その船橋市の選抜の練習が月1で市船のグラウンドでやるの。要は布先生がこう見てて、中3の若い子たちの、要は船橋で一番うまい子たちが集まって品定めをする会だったの。それは俺全然知らない船橋の選抜に選ばれたから嬉しいじゃん。で俺は一生懸命、そう、船橋の選抜で、まあ、切磋琢磨してさ、まあ、そこでも一番になりたいって気持ちでやるわけじゃん、うん、で先生の目に留まって、うん、熱意を持って口説かれて、うん、市船に行ってしまうというところから、やっぱ人生がガラリと変わるわけです。名門市船じゃない。で、まあ、しょっちゅう電話してきて、布さんが、うん、僕と一緒に3年間サッカーやらないか、爽やかに嬉しい、優しくね、口説くんです、はいはい、騙しやがったクソ騙されたわそうで入った、市船入って、うん、どうだった、脇田少年は。もう市船入ってからのっていうのはずっとこうピーとかって入れないとダメなんじゃないのかなっていう分かるけどね分かるけどね。ボランの世代っていうのはやっぱ同じように、まあ、先生が怖かったりだとか、うん、まあ練習きつかったり理不尽なことだったりってあると思うんだけど、俺もう聞きたいのは朝日の、うんうん、夏合宿、うん、はい、夏合宿はどんな感じ。夏合宿は学校で合宿。学校かい学校泊まるんだよ。いや学校はダメよあんま変わんないじゃん下新潟遠征とかあるけど、合宿っていうのは基本的には学校内やん。あ、そうなんだ。そう、何部連でも2部連かな。2部連3部連多分朝一はなかったと思う。うちね朝練なかったんだよ。いいなマジで。なんであんな強いの。別にうちの学校がこんなきつかったみたいな自慢話みたいな、ちょっと痛そうな感じで嫌なんだけどでもそういうことじゃん、ここ今って。俺らは毎年福島山奥なんですよ。どう、じゃあ高津っていうスキー場なんだけど、うん、坂の上にグラウンドが、うん、で坂のすっげー下の方に宿舎があって、そこで寝、ね、泊まりするんだけど、まず3部連朝飯がまあ7時ぐらいからかな、うん、朝飯の前に早朝練っていうの。早朝練が信じらんないけど、練習じゃなくて試合なの。朝飯食う前に試合なの。ゲーム、ゲーム、学年対抗試合。またそれもきつい、学年対抗って。で学年対抗で試合をするんだけど、1年は2年に1点ハンディもらって、1年は3年に2点ハンディとかってもらって試合をする。でこう高台の上から先生がこうケラケラ笑いながら見てるわけで、俺らはもうそれもう本当命がけだ。なぜかっていうと、その成績が一番良かった学年が、あの午後練の最後にやるダッシュの本数が変わってくるわ、うん、1番取るとめちゃめちゃ楽なんですよ、ダッシュ、うん、
だからもうマジで朝っぱらから朝飯食う前からもう本当にこんなんやったりとか先輩に対してもう殴ったりとかもうすごかったよ。サッカーじゃねえのそきらけ見てる先生が上から、その普段は先輩にそんなことできないけどもその時はもう何でもありっていうか絶対負けたくないからでもルールはあるでしょ、サッカーのルールは。ルールはあるけど、うん、もうすごかった。あまりにもひどい時はまあ、先生止めに入る。まあもう削り合い でそういう時に限ってずっと万年 B チームみたいなにいたやつが俺もう忘れもしないわ、柏原っていう名字それだけで吉江っていうあだ名ついてる。分かる。吉江がめっちゃ活躍したのよ。もうね、上半身と下半身が分解してもう走っちゃうような、もう走るのもうまく走れないようなやつだった、そいつがもうドロドロになりながらもヘディングシュッて決めたりして勝ってよっしゃーっつって、まあそこは本当盛り上がるんだけど、まあきつかった。だって朝飯食う前なんだから。で朝飯食ってから今度午前練で昼飯食って午後練、うん、この3部練を5日間やったのが、ね、めちゃくちゃきつかったよ。で何があって俺らの世代は水飲めないじゃん。水飲めないですよ皆さん。真夏の夏合宿多分ね、意味わかんないでしょ。この YouTube 見てる人たち同世代が見てると思う。マジで。あーってなってる。なんで水飲めなかったんだろうな。意味わかんないよねあれ、まあ、試合の時のハーフタイムは飲めたじゃん。いや飲めないよ俺。マジで。そうだよ、飲めた時もあったかもしれないけど出来が悪いと飲めない。出来が悪いと帰ってくるんだハーフタイム、うん、こうやってやったらこの首のこっちの方にグラウンド一周何周も回る。で戻ってきたらこうやってやったら逆をこう回る。ハーフタイムですよ。ハーフタイムに水飲まないで走らされるんですよこれ。あのオブラートに包んでますからね実は。もっとすごい話せないことだらけなんで。練習さ朝日って、うん、休みあった。いや基本的に月曜休み。何これ月曜休みだった。ふざけんなよ。めちゃめちゃ羨ましい。それは絶対必要なんだよ休みって。そうだね、週1でも。俺ら年1だよ。週1で休みだった朝日に関東大会とかそういう大きな大会で負けてたんだと思うとすっげえ腹立たしい。意味ねえもん。あんなにそう練習量がまず違うもんね。そうね、全く違うからそうなってくる、うん、で俺ら休みもねここだって決まってない、この日だって決まってない。急に先生が気まぐれで今日休みとかって言ったりするわけ。したらいつも練習メニューをキャプテンが聞きに行くで聞きに行ってキャプテンが今日休みだってその日に言われるわけ。そうするとガーって部室に入ってきて今日休みになったぞって言うわけ。そらみんなやったってジャンプするんだけど俺は二個上にさいじりさんってはい、はい、リベンダーね、リベンダーの背の高いいたね、いじりさんっていう人がいたんだけど、その当時はキャプテン曽我さんって人が普通ガガッと入ってきて今日休みだぞってやったーってジャンプしたらいじりさん喜びすぎて天井に頭めり込んだらズボッズボッ起きやったもんね。そう起きかったんだけど、うん、もうそれぐらい嬉しくてズボッてジャンプして穴開いたんだけど、うん、でこれ検証してみようっつって、うん、普通のテンションの時にいじりさんジャンプしたの。したら全然届かなかった。おこれ嘘じゃない。カジバのクソ力じゃないけどもうそれぐらい嬉しかったの。1日休みになるっていうだけ、それだけで力で人間のパワー3倍ぐらいになるぐらい嬉しかった。引退して20年経ってますけど柔道の精度は変わっていませんよ。